転んでもただでは起きない。自分に不利な状況でも利益になるようなことをすること。何かの拍子に転んでしまっても近くにあったものを掴んで起き上がるということから。鷹は飢えても穂は摘まず。高潔な人はどんなに困窮しようとも不正な金品を受けないし、筋を曲げることはしないということ。ちょっと舐めたが身の詰まり。ちょっとだけとやってみたことがとんでもない窮地に陥る結果になること。同床異夢。同じ組織で同じ物事に携わっているのに、それぞれが別の目標や考えを持っていること。複数の人が同じとこに寝ていてもそれぞれ別の夢を見ているという意味から。三人旅の一人こじき。三人で共同のことをすると一人が仲間外れになること。三人で行動を共にすると物事を決めるのに2対1になることが多く、一人が不本意な結果になることが多い。太鼓を打てば鐘が外れる。一つのことに集中すると他のことがおろそかになり、同時に多くのことはできないということ。太鼓と鐘を一人で打つ際に太鼓に気を取られていると鐘を打ち損ねるということから。出物腫れ物ところ構わず。おならと出来物は時も場所も構わず出てしまう。また産気づくのはいつ何時かわからないという意味。時に会えばネズミも虎になる。良い時期に巡り会えば大したことのない人でも権勢を震えるような出世をすること。人はその時代に合うかどうか、いざという時に能力を発揮できるところにいるかどうかで結果は全く違ってくる。別の表現には、持ち売れば虎となり持ちいざればネズミとなるというのもある。ぬすっとに追いせん。損をした上にさらに損をすること。金品を取った泥棒にさらに金を渡してやるという意味から。人のふんどしで相撲を取る。人に便乗したり他人のものを利用して目的を果たすこと。相撲を取るのに自分のふんどしを使わず他人のものを借りて済ませてしまうということ。棒ほど願って針ほど叶う。願うものは大きくても実現するものは小さいということ。明日に睾丸あって夕べに白骨となる。人の生死はいつどうなるかわからないこと。世の中は無常で儚いこと。朝は血色の良い顔の少年が夕方には死んで白骨になるという仏教の無常観を表している。老いた馬は道を忘れず。十分に経験を積んだ者は物事の判断や方針を間違えることがないこと。木に竹を継ぐ。調和しないこと。また前後の釣り合いが取れていないこと。
門松はメイドの旅の一里塚。正月の門松を立てるごとに年を取るから門松は死への旅の一里塚だということ。室町時代の僧一休の教化に門松はメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしというものもある。麒麟もおいてはドバに劣る。どんな立派な人物でも年を取ると凡人にも劣るようになるというたとえ。ここで言う麒麟とは想像上の麒麟ではなく、一日に千里を走るという足の速い馬のことで、つまりものすごく速く走る馬も年を取ると平凡な走りの馬にも及ばなくなるということ。案ずるより産むが易し、物事は初めに心配したより実際に行ってみると案外簡単だという意味。三はあの世とこの世の境と昔は言ったように、子供を産むことは生死の境のようなものだった。だから出産を控えていれば本人もあれこれと心配の種は尽きない。ところが大抵は心配が嘘だったように済んでしまうものです。ですから年越し苦労をするなと慰めたり決断を促す言葉として使われます。海線山線、世間で長い間苦労したことによって悪賢くしたたかになっていること、またそうしたもののこと。山、海、川にそれぞれ千年を生きた蛇は竜になるという話に基づいています。七度の餓死に遭うとも一度の戦いに遭うな。餓死するような悲惨な状態に何度あっても戦争よりはマシだという意味。